株式会社ベルジョイスは、岩手県盛岡市に本社を置き、北東北と宮城県にスーパーマーケットを展開しているアークスグループの企業、CGC グループに加盟している。2016年3月1日に同じアークスグループで東北で展開している株式会社ベルプラスを、九州合併し、株式会社ジョイスから称号を変更して、株式会社ベルジョイスとなった。 1928年4月に生肉店の一個商店を森岡市で創業した。法人としては1951年1月27日に株式会社一個商店が設立された。1958年6月にスーパーマーケット事業に業態転換してチェーンストア展開を開始、後に株式会社一の絵、ヤゴを一の絵ストアとした。 1990年6月に称号を株式会社、ジョイス、ヤゴーをジョイスとし、1994年には株式を転倒上場した。この上場は株式会社アークスの子会社になる直前まで続けられた。1998年から2001年の間に、同業の株式会社ベルマート、株式会社サンリクジョイス、株式会社北上ジョイスの子会社化、 九州合併を進め、東北地域において販売網を拡充していった。2011年3月11日、東日本大震災で、展開地域に大きな被害を受けた。津波により、店舗が流出、全壊したジョイス大津地店、ジョイス山田店、建物の損傷を受けたジョイス三竹店、ジョイスアピア店が、震災当日から営業を休止したほか、 停電などにより店頭販売や営業時間の時短が行われた。北海道、北東北にスーパーマーケットを展開するアークスグループの株式会社アークスと2012年9月1日付で経営統合、同社の完全子会社となった。ベルジョイスの前身企業である株式会社ベルプラスについてはベルプラスを参照最新の店舗一覧については 店舗一覧を参照ジョイス時代から食品スーパーのジョイス食品ディスカウントストアのロッキーベルプラスから食品スーパーのベルプラス食品ディスカウントストアのビッグハウスを継承ベルジョイスになってから大型食品ディスカウントストアのスーパーロッキー北海道のアークスグループ各社ですでに展開されていた大型スーパーのスーパーアークスを展開している また、ベルプラスから継承した、会員製スーパーのビッグプロが、南本社に併設されている。ジョイス時代には、食料品、衣料品、生活用品を扱う大型スーパーの、スーパーセンター、ディスカウント衣料品販売店のベルマートを展開していた。旧ベルプラス時代に閉店した店舗は、ベルプラスを参照広報資料、プレスリリースなど一時資料、 ありがとうございます。